どうも、エルザです。それでは、ホッチドックスレギオンやっていきたいと思います。さて、今回は、侵入していくところからなんだよね。どっちだろうね。あの奥にあるんだけど、こっちも同じ人たちだもんな。まあ、ここだね。でもだいぶ結構中入り組んでる感じだね。ちょっとスパイダーポットでどうにかしてみようか。よし、それね、それを触るためにこれ、そういうことか。そしたらあげちゃえ。まずは解除。ハッキングしてきてるバカを探し出しなさい。どうしよう。さあ、異常なしね。異常なし。ここの警備に隙はない。時間の問題よ。誰もいない。気配を感じない。捜索を続ける。異常なし。異常なし。次に進むわ。まあ、あとは異常なし。特に何もない。普通に行けそうだね。手がかりなしね。諦めましょう。アンヘル・ロペスの記録が残っているデータベースがここにあるはずです。バレちゃったね。いい加減にしてくれないかな。やばい、おばあちゃん逃げろ。よし、始末してやる。さあ来い。すぐに終わるわ。で、もう一人か二人いたような気がしたけど、顔出すかな。ほら、早く早く。意外と出さないね。でも一人か。会社を見失った。あのクソ野郎を片付けよう。陛下は必ず見つけるぞ。覚悟しておけよ。もういいだろう。次はどこだ。クリア、次に進む。おい、いい加減にいやー、なかなか次に行こ
起動するぞ。あたりを探してみよう。異常なし。次だ。クリア。次に行こう。どういう意味でも言ったのか。助かった。で、こっち側はそういうことね。そっち側に2人か。設置しておいて、いるね。上に2人か。これで入れると、中入っていって問題なし。お、今回これは必要ないと。さあダウンロード、これぐらいかな。いやー強えなー、これ強いわ。スパイダーボットが優秀すぎる。なんか見られた？その面白いな、ある程度そのキャラクターが性能悪くても使えるっていうのはいいね。ここからでもっていうことか。さて、このアルビオンがね、すごいディビジョンの文字に見えるんだよな。まあ、同じ会社だからね。バグリー、何か見つかった？はい、メインデータベースからは削除されていたようですが、膨大なデータの中から発見しました。かなり詳細に記されています。イギリス政府は非人道的な罪に手を染める時でさえ事務手続きを怠りませんね。退去者面談の録音です。録音。テロリストがどうなるか知ってるか、ロペス。しらばっくれて怒らせるんじゃないぞ。お前がデッドセックなのは知ってる。捕まったのが偶然だと思ってるのか。そんなわけないだろう。このまま黙ってるつもりか。こっちは情報をもらわないと困るんだ。仲間たちはどこにいる。名前も居場所も知ってることは全て吐け。俺をバカだと思ってんのか。全部話せば逃がしてくれるとでも。誰が吐くか。どうせ結果は同じだ。分かってないな。そっちがその気なら血に飢えた獣たちに引き渡してやる。クラン・ケリーはなかなか面白い方法で問題を解決する。あんなチンピラどもにビビるかよ。テムズに浮かぶ覚悟ならできてる。そうするにはもったいない。
まずはお前に体を売ってもらって金を稼いでもらうだろうな。いよいよ使えなくなったら今度は切り刻まれて商品として売りさばかれる。やれるもんならやってみろ。哀れだな。さっさとこいつを連れて行け。くそ、連中は最初からアンヘルがデッドセックだって知ってたんだ。まずいな。病院は公共機関の営業時間を維持しています。つまり今は閉まっています。昔ながらのやり方でアンヘルを探し出して CTOS ハブをハッキングしなければなりません。こちらは異常なし、移動する。国外への強制退去、劣悪な生活環境、説明のつかない失踪事件、まるでメディアが誰かの指示で意図的に無視しているかのような。おや、これは面白い。ベアトリス・ストークリー89歳、最近になってキックボクシングを始めているそうですよ。素晴らしい。 EPC が人間による支配の典型例なのだとしたら、慈悲深い AI に支配された方がよほど健全だとは思いませんか。あなた、ロボット工学の第一原則は知っているのよね。さあ、ちょっとね、テック取れなかったんでもう一回回収行こうか。いやー、連続で倒すことはできないのがよくわかったね。で、これで上がれると。どっち動く？まさかのめっちゃ引っかかってんな。こっちから行けるっけ？どうだろう。なんだこりゃ。よし。トラップの範囲内ではなかったみたいだね。あ、引っかかったみたいだね。よし。さ、テックポイントゲットしたんで、まあでもまだまだ15か。よし、次行こう。意外と近いな。そのまま脱出しようか。この上か。これがハイジャック。ダウンロードだね。AR 再現かな。アンヘルの検査を AR で再構成しました。診療所の中で閲覧可能です。よくやってくれたわ。診療所。きっとなんとかなる。そんな遠くないよね。よしよし。ん？いや、でもどうやって？この中だよね。中に入ってこれ。どうだろう。そのまま中
見れるかな。あーあったあったあった。で、どっか違う場所からも見れるってことか。ここ、あ、よかったよかった、見れた見れた。あとはで、これ回して解除、解除、よし、 OK。これぐらいかな。 CTOS AR Data Reconstruction in Progress。 取引をしないか。俺にはいろいろコネがある。きっとあんたの助けになれる。ここから出してくれ。決まりなんです、ミスターロペス。 1,2 分で終わりますから。うわぁ、おいおい、なんだよ今の。何かのインプラントね。もっとちゃんと調べないと。顔を分析した結果、どちらも一致しました。メアリー・ケリーの一味です。ラウ警部補は正しかったようですね。クラン・ケリーとアルビオンは裏でよろしくやっていたようです。想像しただけでも吐き気がします。めちゃくちゃ殴られてるけどね。AR を調査しよう。マイクロチップです。生体用ガラスでコーティングされています。医療用でしょう。興味深い。アンヘルの首に埋め込まれたのは何なのかしら。可能性はいくつかある。ヘルスモニター、あるいは追跡よ。それにしては手が込みすぎています。おそらく未知の化合物を含む薬品を注入するために設計されたのでしょう。そこら辺の店で手に入るような代物ではありません。この話の結末が気になるようでしたら、彼の辿った道を再構成しますが。後を追ってバグリ、きっと逃げたのよ。シクシク、捕まえろ、起動させるな。ほう、で、こっちに逃げたと。逃がすな、早く追え。まずい、その前に。このままじゃ追いつかれる。急げアンヘル。ちょっと待ってね、アイテムをね、これだけ取らせてもらって、よし。この AR 再現、そのうち事件で使うだろうね。てか、もう常に監視されてるってことだけど。さあ、頑張れ、おばちゃん。もしかしたら、本当に脱出できるかもしれない。したか。んで、まだ適合者もいないのに彼女に殺されるぞ。大丈夫、損傷さえなければ無駄にはならないさ。新しいネットワークじゃ需要は高い。そうか、じゃあ送還したらバンに乗せて焼却炉。あー、ここで捕まってしまったということね。これは予想外だわ。あのマイクロチップはただの追跡装置じゃなかったようね。遠隔で起動したんだね。メアリー・ケリーが何を企んでるかは知らないけど、アンヘルはまだ生きてるかもしれない。アンヘルを見つけないと。何をされたか見ただろう。あのマイクロチップはまずい。メアリー・ケリーとそのお仲間は随分と最新のテクノロジーに詳しいようですね。メアリーはダークウェブ上で活動する恐ろしいハッカー集団にも関わっていたりするのでしょうか。
例えばそうですね、ゼロデイとか。バグリー、面白い推理だけど今は黙ってな。アンヘルを助けるのが先だ。話に出た焼却炉とはおそらくサザーク焼却炉を示しています。目と鼻の先ですよ。なるほどね。ちょっと、さあ、ちょっと余計な音を消してきたんで、さあ、焼却炉でアンヘルを探せということで、ここだね。そしたら次回ファストトラベルしてこの辺りから始めようかな。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんちゃー、またね。